ゴッテスは、氷川玲レイコによる日本のライトノベル。イラストは、この絵を辻が担当。ホビージャパン館、ノベルジャパン2006年10月号から、同志の後継詞である、キャラの2008年9月号まで連載された。HJ 文庫より、全3巻が刊行されているが、連載版からは、収賞が若干、改編されている。 秋篠学園と私立小飛田高校の生徒同士で起きた喧嘩騒ぎの決着を生徒会のトップ同士でつけるべく、と飛田高校生徒会長の牧原あきるから、果たし状を叩きつけられた、秋篠学園生徒会長、水島昭は、無二の名優で副会長の姫野桜らしを連れて、愛用の市内を手に、市の中心部にある震災山を登っていた。山頂で待ち受けていたのは、昭と、 とひ田高校生と会副会長の月立郎高、そして、明のいとこで、気の弱い美青年の白石中良であった。幼稚園時代からの腐れ縁で、明とは、不具体験の敵同士と反目し合っている明が、その場で、初めて中良と、明が付き合っていることを知り驚愕したのもつかの間。震災山は突如として、巨大な地響きと共に崩れ落ち、 神話に出てくるような巨大な神殿が、地底から姿を現しその場に返していた五人は、わけが我がピいないまま別世界へ飛ばされてしまう。キラと桜らしが意識を取り戻すと、そこは石造りの神殿のような建物の内部であった。二人が持っていたはずの市内はなく、その代わりにいかにも西洋的な長剣が足元に置かれていた。そこへ、 甲冑で身を固めた凶暴そうな女選手が姿を現し二人に襲いかかるが二人は剣を手に女選手と死闘を繰り広げ倒すことに成功する。騒ぎを聞きつけてその場へ駆けつけた新官が言うには二人に襲いかかってきたのはこの神殿の主であるイーリン女神であった。しかし二人がイーリン女神を殺してしまったのでその力は二人に受け継がれ二人は諦め神。 桜子女神として新たにこの神殿の主になるのだという。一方、中良は他の4人とは別の神殿で意識を取り戻し、どこか怪しげな視線を送る未青年のビダール神に解放されていた。女神様って大変なの2007年4月1日初版 ISBN9 兆7848億9425万5388 美少年のお世話って大変なの。2008年2月1日初版 ISBN9 兆7848億9425万6750最終戦争って大変なの。2008年11月1日初版 ISBN9 兆7848億9425万7849。ありがとうございます。